ウィラートレインズ株式会社は、京都府宮津市に本社を置き、京都単語鉄道の名称で列車の運行、乗車券等の販売等の事業を行う、鉄道事業者。高速乗り合いバス運行中堅のウィラー、エクスプレスグループを参加に持つウィラーの完全子会社。第3セクター鉄道の北近畿単語鉄道より、列車の運行、乗車券等の販売等の事業を譲り受けし、 2015年4月1日より運行を開始した。KTR が第一種鉄道事業者として運営していた宮福線と宮津線の施設を KTR より借り受け運行等の実務を行っている。日本で初めて社名が全てアルファベットの鉄道会社であるが鉄道名としては京都単語鉄道とした上で沿線の丹波、単語、田島を指す三丹の 単を用いた単鉄の略称を用いることで地元に愛着を持たれる鉄道を目指すという。KTR が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく KTR の鉄道事業再構築を実施するため、2013年に上下分離方式の導入を前提に KTR の運行事業を引き継ぐものを全国から公募し、翌2014年5月に 応募のあった4社から選定された、ウィラー・アライアンスが設立した会社である。運行事業者の選定にあたっては、ウィラー社の安全対策の提案内容及び、情報発信力を高く評価したという。異業種からの鉄道事業参入は異例だが、そもそも今回の公募に、既存の鉄道事業者からの応募は1件もなかったという。KTR の運行引受けにあたって、 ウィラー社の代表で、ウィラートレインズの社長にも就任した村瀬茂高は、記者会見の席で、事業再生にあたって、高次元交通ネットワークの実現を掲げ、駅とバス停などが同じ場所にあり、乗り換えができるだけでなく、ストレスなく、連続性があり、複数の交通モード、様々な事業者のサービスが一つのサービスとして提供されている姿を目指すとしている。また、 沿線地域のバス会社、タクシー会社などとの連携により乗り合いタクシーやデマンドバスを導入することで公共交通の空白地帯を解消することにより鉄道沿線地域の活性化を目指し合わせてウィラン社がバス事業で導入した柔軟な割引サービスの導入により移動需要そのものの掘り起こしによって経営改善を目指すとしている 運行者年度となる2015年の売上高と利用者数は引き受ける前の2014年度を上回る結果となった。2019年には国土交通省がモビリティアズ A サービスの先行モデル事業としてウィラートレインズ、ウィラー株式会社などとともに京都単語鉄道沿線でのマースアプリウィラースを用いた QR システム実証実験を事業認定した。 京都単語鉄道路線ほか、単語海陸交通などが運行する路線バスやケーブルカー、タクシーなどで QR コードを用いた予約、決済の効果を検証するという。2020年2月10日より3月31日までの予定でスマートフォンアプリによる日本初の区間運賃帯を即時、QR コード決済乗車を開始した。 さらに、同年11月25日には、クレジットカードビザのタッチ決済にも対応するようになった。鉄道会社では、初の対応となった。車両は、KTR が所有し、ウィラートレインズが優勝で借り受けており、すべて機動車である。宮福線全線と宮津線の宮津駅、天の橋立駅間が電化されているが、KTR は電車を保有しておらず、 電化されている区間には289系、287系、113系などの西日本旅客鉄道が保有する電車が乗り入れている。なお乗務員はこれらの車両基地に加えて乗務員区所の豊岡運転所にも所属している。ありがとうございます。